ドジャースからレッドソックスに行ったパクストンとラミレスが二人揃ってレッドソックスを破壊している。BOS、パクストンとラミレスの旧ドジャース組の二人で9失点するって。全然ダメでくさ。そら DFA されるわわら。なお、ヨハン・ラミレスは31日、レッドソックスからも DFA された模様。ロバーツがマウンドで彼の頭に手を置きながらなだめる姿を思い出すよ。あんなの試合で初めて見たので印象に残っている。今の MLB は球が速いけど制球力、投球術がない、単純パワー投手が多すぎるのでは。ヨハン・ラミレスとかいうアメリカ版藤浪。今回は、速かったね。これが、彼の力からしたら妥当なところかな。コントロールがとにかく悪い印象がある。出てきたら打たれるイメージ。ゴロ捕球からの送球もひどかった。そんなに簡単な世界ではない。素材がいいので声がかかるが、同じ失敗ばかりで何も変わらない。そろそろ見切られるかもね。ノーコンピッチャーで、学習能力が全然ない。ミスター戦力外。打たれてヘラヘラしてるのが一番嫌だった。ほとんど外れしか出ないガチャ。メンタルもメジャーではないし、硬質で正解かと。ラミレスは明らかにメジャーのレベルには達していない 1A クラスの選手だ。そもそもメジャーで使えるレベルなの？ラミレス問題は米ドジャースファン掲示板でも議論されてるね。あっちではロバーツ解任しなきゃ PS すぐ負けるって結論かな。ラミレスが出てくるとテレビを消してる。逆を言えばこれだけ結果を出せない投手がチャンスをもらい続けることに彼は感謝しなきゃな。彼を見ていて、課題は間違いなくメンタル。ラミレスは見せ場がなかったな。悪い影響を与えることはあってもいてくれて助かったと思う場面はなかったな。どこに魅力があるのかわからない。明らかにメジャーのレベルじゃないと思うけどこの人。こんなの使ってたロバーツ監督がおかしい。2年で8球団目。よほどチームに好かれてなかったんだね。